わおい、そこのマルチウェポン。お前だよ、お前。なあ、もしかしてプレイするの今日が初めて？うん、さっきインストールしたばっかりで。うん、ではせつらでよければいろいろ教えるでござるよ。え？お主も早く一人前になりたいであろう？そうであろう？黙って頼っときなって。損はさせないからさ。ああ、されば決まりでござるな。ではメンバーアドレスを渡すでござるよ。メンバーアドレスとはザ・ワールドの中でだけ使えるショートメールのアドレスのことだ。ショートメールを使えばお互いがザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを送り合うことができる。ちなみにザ・ワールドではメンバーアドレスを持っている相手しかパーティーに誘うことができぬ。それじゃメニューを開いてみようか。ここに表示されているのはお主がメンバーアドレスをもらった人のリストだ。オッケー。じゃ、よし。うむ、せつがお主の刃になろう。よし、これでパーティー編成は完了だ。パーティーに誘えるのはログインしてる相手だけだから要注意。さて、前置きはこのくらいにして、そろそろ冒険に参ろうか。これはカオスゲートっていう転送。俺たちプレイヤーはこのゲートを使って今いるタウンから別の転送メニューを選ぶ。ザ・ワールドではフィールドとかダンジョンとかルートタウン以外の場所をひっくるめてエリア A はカオスゲートへ3種類のワードを打ち込むことで移動できるでござる。このワードの組み合わせ次第で転送先のエリアのタイプとかモンスターの強さなんかが変化するってわけ。んじゃ実際にワードを打ち込んでみようか。エリアはこれがワード入力画面だ。一番上にあるのがワードプレイ。この枠の中で3種類のワードを組み合わせて。画面の左端にあるジャイロは今持っているワードのストック。ワードのストックはメールや BBS 他のプレイヤーからの情報で増やすことができる。さて実際にワードを入力してみようか。ストックの中から勇みゆく。よし、これでエリアの指定は OK だ。あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって現在のサーバーを示している。今表示されているのはデルタだから、つまり今俺たちがいるサーバーはデルタサーバーってことになるな。ワードが一緒でもサーバーシンボルが違うと転送先も違ってしまう。友から冒険に誘われた時はまずサーバーシンボルに気をつけるでござるよ。もっと詳しいことを知りたかったら BBS とかを調べればいい。よし、それじゃデルタサーバー。さてと、ここがフィールドだ。ではマップを開いてフィールドの構成を見てみるでござる。これが全体マップだ。
この画面では現在位置とかミッションの内容とかクリアレポートなんかを確認。ここに表示されているのがミッションっていうのは、エリアの達成目標。証のかけらというアイテムを3つ集め、獣人殿へ到達すればクリアでござる。証のかけらは祭壇に置いてある宝箱の中に。祭壇はモンスターが守ってるから、モンスターに見つからないようにモンスターを倒して宝箱を開けるか。これが祭壇アイコンでござる。まずはこのアイコンを目指し宝箱を開けて、でこのアイコン最終目的は。さて、ちょっと待った、アスター。もう一さーて、今度こそ。うむ、早速祭壇発見だな。お命ちょうだい。バトルが始まると、バトルエリアはバトルフェンスで唯一逃げ無理。今は俺もアスタも持ってないんで。ほら、ほらよ。お、結構思ったより簡単でござろう。落ちろ。うまいうまい。そう、うん、あとは、ほら、ヘンタッ、戸棚だ。落ちろ。ほら、ヘンヘン、ほらやろ。救援したい。ほら、ヘンタッ、鎧立ち。無様なもんだぜ。ふお、また次は。お命ちょうだい。さっき教えたスキル攻撃ってのはこれよ。よし、今パネルが4枚表示されて、それぞれのパネルに対応したボタンを押せば。では試しに疾風掃陣を使う。疾風掃陣。 OK。 スキルトリガーは単なる、例えば敵の攻撃を止めたり。イオテン、大事なことを。スキルトリガーにはもっと重要な。忘れてないって。いいぞ。では長谷尾の好きなようにやらせ。うん、それがいいな。気に入らん。悪くないな。決めるぜ。落ちろ。キリンが。ほら、ふんふん、ほらや。ほら、ふんふん、ほら、ほら、ふんふん、ほら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 、
悪くないな。よし、よくやった。それじゃあ最後に獣人連を目指してみようか。先ほど教えたようにマップを見て確認すると良いでござるよ。これがサニワの神、フォルセトの像だ。俺らは単に獣人像って呼んでるけど、公式の設定じゃ結構偉い神様らしいぜ。ほら、あそこ宝箱が備えてあるだろ。あの中にはここでしかゲットできないレアアイテムが入ってるんだ。ハセオ、開けるでござるよ。いいのか。いいからいいから、初心者が遠慮すんなよ。ありがとう。何？宝箱のアイテムは君の。奴らの獲物は君に逃げ惑う子羊を一瞬で消すなんて快感なんだろう。お前みたいなバカはこのゲームやる資格ないんだよ。おいおい、今回は奴に切らせてくれると約束したであろう。これは奴の獲物でござるよ。あっけないね。インしたばかりの初心者はこんなもんでござるか。おらおら、なんか言ってみろよ。もしもし。まったく、ちょっと優しいふりするとコロッと騙されるんだよ。おい、まだいるんだろ。なんだ。
い。そんなに強いなんて思わなかったよ。100人の PK を切ったって噂もまんざら嘘じゃないみたいだね。ちょ、そんな怖い顔すんなよ。ほら、謝るからさ。あんたもおとなしく散りやがれ。トライエッジを知ってるか。なんだって。総炎をまとった伝説の PK の名だ。奴にキルされた PC は二度とゲームに復帰できないらしい。はぁ、あ、くったらねえ。 BBS の怪談話信じてんじゃねえよ。いいか、このボルドー様に手をかけてただで済むとは思うか。なるほど、刺繍の漂うようなキャラだな。死の恐怖、 PKK の長谷尾君。うん。 PC をキルする PC、 すなわち PK が横行する昨今のザワールドは確かに嘆かしい。しかしそれを力でねじ伏せる君たち PKK のやり方に理があるだろうか。知らねえよ、そんなことは。君はなぜ
理もなければ理すらない無益な行為を続ける月の木二番隊隊長七司会の榊、それを見過ごすことはできないそうだった。月の木？なんだそれ、ギルドの名前か。あいにくお友達の勧誘なら間に合ってるぜ。人の話は最後まで聞きましょう。榊さんの話まだ終わってないです。じいじ、ショートメールの着信か。デルタサーバー、隠され資金弾の被爆、アルケケルン大爆府にて待つ。送信書。オーバー。息があるのも大概にしろ。君たち PKK の行っている行為は PK と変わらないということを心しておけ。トライエッジのことを知りたい。奴を知ってるのか。半年前トライエッジにキルされたシノは二度とここに戻っては来なかった。リアルのシノのプレイヤーは意識を失い、未だに原因不明の昏睡状態だ。あれはただの PK じゃなかった。シノのこと知ってたのか。ああ、だが分かったのはそこまでだ。シノがなぜ意識不明になったのか、あの日あの時一体何が起こったのか、トライエッジに会うことが叶ったなら何かが分かるかもしれない。あるいはトライエッジを倒せばシノの意識が戻るかもしれない。俺の調査が正しければ今日奴が戻ってくる、あの悲劇の舞台にな。悲劇の舞台、まさか。デルタサーバー、隠されし禁断の聖域、シノがキルされた場所だ。
大聖堂。やっとだ、やっとこの手で絶対に死のを取り戻してやるなあ、オーバー。ああ、これは俺たちにしかできないことだからな。俺たちにしか。仕込みがあるので先に行く。聖域でまた会おう。今日奴が戻ってくる。あの悲劇の舞台にな。奴が帰ってくる。そう呼ばれてたらしいよ。なんで亡くなっちまったんだろう。さあ、愛想を尽かしちゃったのかもね、この世界に。何の音だ。
あれ、トライエッジと戦って、それでくそ、思い出せねえ。そんなことした覚えねえぞ。初期化だと、メールはそんなバカな、削除なんてした覚えないぞ。全部消えてるのか。昔シノがくれたメールも、本当に全部初期化されてるのか。わけわかんねえよ。なんでだよ。メール、とりあえず、オーバン。苦難と真理、ザ・ワールドをやめるかどうかだって。答えなんて決まってるぜ、オーバー。俺はあの世界に戻る。そしてシノを取り返す。絶対だ。Oh.